静岡県熱海市の小学校では夏休みが明けて2学期が始まりました。土石流災害の影響を受けた伊豆山小学校の児童は隣の学区の小学校に通うことになりました。伊豆山小学校の児童は2学期からスクールバスなどを使って6キロほど離れ、回路器無線を受信しました。緊急車両にご注意ください。